コンコロリーン、刹那圭介だよ。皆さんは VTuber のコロ調査隊という女の子ご存知ですか？知らないっていう人はコロ動画の説明文にコロ調査隊のチャンネルの URL を貼っておきますので、そちらに飛んでチェックしてみてください。あ、俺知ってるよ、私知ってるよって方は URL にクリックしてそっちチェックしてください。もう知ろうが知らないがね、コロ調査隊のアカウントにチャンネルに誘導するからな。俺は VTuber コロ調査隊とは俺の推しの VTuber の一人で、結構ツインテールでピンク色の髪の毛でちょっとおっとりしてて、ちょっと抜けているところが可愛い女の子です。ゲームが上手くてね、スマブラとかがすごい強い子。もうさ、生放送でいつもスマブラしているイメージがある。さあ、そんな VTuber の女の子のグッズを買ったので、こちらを開封していきたいと思います。今回開封していきますのは、ランダム缶バッジといいまして、なんでも去年の末に行われたコミケでコロ調査隊が出したグッズの一つで、名前の通り缶バッジなんですけど、6種類あって、中を見てみるまで何が入ってるかわからないの。それをね、ちょうど6個買ったんで、さあ全部開けてダブらずに全部揃うのか、やってみたいと思います。ここで全部揃ったら、俺のコロ調査隊への愛が本物ということがわかります。一つでもダブったら、俺はコロ調査隊のファン失格です。ここにある通りね、6種類ランダム缶バッジ6種類あるんですけども、ちょうどぴったしここに6個あります。さあダブらずに当たっていくのかっていう、そういう企画。ちなみにその6種類のデザインっていうのがこちら。名前をつけるとしたら、左上からこのひょっこりはんのコロ、その真ん上の真ん中がゴッドハンドコロにしようかな、これ。なんかゴッドハンド的な感じがするよね。ゴッドハンドテルみたいな感じやけん、ゴッドハンドコロにします。勝手に名前をつけるとしたら、右上がそうやな、名探偵コロで、この名探偵の名の字がですね、この名なのかコロ名なのか、それとももしかしたら謎解きみたいなこんな感じの名なのかもしれませんが、何かは分かりませんが、名探偵コロで、左下のこれがそうやな、自分のこと指さしておけん、私コロみたいな感じにしとこうかな。で、下の真ん中がこれ、一時ツイッターのサムネがこれだったんで、サムネのコロとでも名前つけておこうかな。で、右下がこれはメイドコロかな、メイドっていうか和服、まあ、メイドっぽいからメイドコロにしとこう。どっちかわからんけどな。これ書いた人どっちとして書いたかちょっとわからんけどね、メイドコロにしとくわ。俺メイドじゃなかったらごめんなさいね。ちなみに俺がこの中で一番好きなのは名探偵コロかな。やっぱ謎解き系 VTuber やけんさ、そこを押していきたいところですね。さて、まず1個目、何が当たるかな。よいしょ、あー、サムネのコロじゃ。あとカンパチ割とでかいな。これ手と比べたらこんな感じのサイズです。で、俺の毛のデカさがどれくらいなんかわからんから分かりにくいよね。一時サムネになっとった絵やね。シンプルにこのちょっとおーっていうさ、驚いているような顔が可愛いところですね。二つ目、よいしょよいしょ、おーっと、これは私コロ来ました。私コロ16歳、趣味は爆竹。さて3つ目、よいしょ、おーっと、これはゴッドハンドコロ来ました。ゴッドハンド、
ゴッドハンドゴロ、 VTuber ポケモン、その右手に触れたものはみんな定的気持ちになって成仏していくのだ。さて4つ目、そうそうダブルが来るかもしれんけどな。大丈夫、俺はクロちゃんを支えのファン、推しのクロちゃんのためなら全部ダブらずに当ててみせる。はい、おーっとメイドコロ来ました。これ本当にメイドなんだろうか、よう見たらなんかスカートのあたりがメイドっぽいんやけど、なんか上半身のあたりは和服って感じがするけど、まあどっちでもいいや、多分ハイブリッド、多分これハイブリッドや、もう和洋折衷ってやつやな、和の文化と洋の文化を混ぜた和洋折衷やな。これメイドって洋なんかな、そうそうダブルかもしれないが大丈夫だ、ダブルになんかしないわ、俺のコロ調査隊愛を舐めるなよ、もうみんな分かってないだろみんな。はい、おーっとひょっこりはん来ました。これよう見たら隣ローマ字でコロってあるんやな。はい、ひょっこりはんってちょっと恥ずかしがり屋なところも出してくる、いいですね、女の子ってちょっと恥ずかしがり屋なところ、そういうシャイなところが俺好きなところもあるからな。生放送でのクロちゃんも別にシャイなところがあるかって言ったら微妙なところやけどこういうところもあってかわいいぞ。さあここまでダブルなしで来ました。そしてさ、なんか偶然っていうか運命のデズルか、ちょうど俺が一番好きなのはって言ったやつがさ、まだ出てないよね。これ最後出てくるのか、名探偵コロ、名探偵コロ来るのか。開きにくい、ちょっと手が滑って開きにくいっていうか開ける方向間違えとるけど、こっちかよいしょ、よいしょ、来ましたやったー、やったー、イエーイ。え、そんな偶然あるって思ったこといらっしゃるかと思いますが、その通り、これは偶然ではない。あ、偶然ではないっていうのはね、あの運命的なっていう、そういう意味の偶然ではないではなくてですね、これランダム缶バッジなんですけど、コロちゃんの配慮によってもし6個お買い上げいただいた方は被らずに送りますみたいな、そういう配慮をされている。うん、そこの配慮ができるってところがコロちゃんまたいい、また優しいところで。というわけでね、6個買ったら全部ダブらずに送ってくれるってことで、こういう感じで全部揃えたわけですよまあわざわざこんな開封動画にせんでもいいのにって、わざわざ動画にしてあげたっていうのはね、この開封動画の様子を見せたいっていうわけじゃなくてね、あの俺の推しの VTuber さんをみんなに知ってもらいたいっていう理由があってですね、このまあ俺って VTuber が好きになって推しっていうのもでき始めてもうそこそこ経つんですけど、このコロ調査隊っていう女の子の推しのポイント、まあこの子見た目可愛いっていうのも分かると思いますし、喋り方がなんというかおっとりした感じで可愛らしい声やなって感じ、あとちょっと抜けていってちょっと変な感じでポカやらかすところもまた可愛い。ただね、一番この子で俺が評価しとるっていう方はあれなんやけど、すごいなって思うところはですね、ストイックなところなんですよね。努力家、負けず嫌い。というのもね、この子ね、デビューして時にあのいくつか今年中にやりたいっていうことを決めとったみたいなんですよ。それをね、あの年が変わる頃にはもう大体っていうか全部かな、全部達成して年を変えてるっていう、有言実行したっていうね。まあそのことに関してはまたこのコロ調査隊の年始めの動画見てもらえたらわかるんですけども、要はね、この子自分がこうだって決めたことはきっちりやり通すっていう、すごい芯の通ったところがあってね、そこがまた惹かれる
視聴者として惹かれる一つの理由やなと思います。あとね、こんなエピソードがあります。ポケモンのソードシールド発売した当初ね、この子ね、発売したらすぐに全クリまで終わらない生放送、一番最初に全クリしてやるんだって言って生放送をやる予定だったみたいなんですよ。それがね、なんかトラブルがあってなんかできんかったらしいね。なんだろう、確かダウンロードしたはいいんやけど、そのダウンロードしたメモリーカードをなくしてしまったんだったかな。そんな感じで機材のトラブルだったかな。まあ何にせよそういう感じで生放送ができんかったんですよね。そのやろうと思っとったのに、それをね、ただ終わらせただけでなくてさ、できませんでしたっていう悔しいっていうことを動画にして、視聴者さんに謝罪の動画として出しとったんですよね。しかも動画時間が30分ぐらいあったんかな、30分近くあったと思うんですよ。そこまで自分の失敗に悔しいと思って、しかも申し訳ないって気持ちを動画にして出せる人ってなかなかおらんと思うよね。そこまで俺はできんなって思う。だからこそね、このコロ調査隊っていう VTuber の活動に対してのなんていうか意気込みっていうか強さっていうか人一倍あるんやなっていう、そういうところでね、この VTuber に惹かれたきっかけになるかなと思います。多分この辺はあんま他の人が注目してないポイントやると思うけど、俺はそこがね、まあ同じ配信者としてですね、すごいなって思うポイントなんですよ。うん、この子はどんどん伸びていくだろうな。最近ね、歌ってみたを撮ったみたいな話を聞いてるんで、なんでも今月の末とかもしかしたら来月にかもしれんけど、歌ってみたの動画も出すみたいなんで、またそちらの歌ってみた系の方を興味のある人はまた覗いてみてください。結構今後いろんな活動する子なんじゃないかなって思いますし、結構クオリティ高い生放送とかもやってますんで、なかなかこの子すごいなって思う。はい、というわけで今回は開封動画というよりも俺の推しの VTuber 紹介みたいな感じになりましたが、はい、今回の動画締めさせていただきたいと思います。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。週明け